教皇の前はあと一つの球を残すのみ。最後の創御球へと至る道の途中、シュンはある決意をしていた。最後まで男らしく戦うこと。それは兄である一輝との別れ際に交わした約束でもあったのだ。爆発ネビュラストリーム。さあ最後の球、創御球は目の前だぜ。セイヤ、君に頼みたいことがあるんだ。創御球に着いたら君はまっすぐ教皇の間を目指してくれ。シュン、僕はどうしても一人で創御球のゴールドセイントを倒さなければならない。なんだって。十二球最後の創御球を守るセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一と言われるピスケスのアフロティーテ。僕をセイントに育ててくれた先生を倒した男だ。さあセイヤ、先に教皇のままで行ってくれ。よし、じゃあ先に行ってる。なに、お前が来る前に教皇は片付けてるかもしれないぜ。うん、ちょっと通らせてもらうぜ。あばよ、ピスケスのゴールドセイント。セイヤの邪魔はさせないよ。あなたたち、僕だ。ケフェフスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが関の山だ。何を、行くぞレビアンナー少子な。先生の仇を討つためにも僕は負けられない。死同様、君もこのバラに葬られるがいい。レディーアーン。だだ、今だ。あっ、侮られては。兄さん、
見事だ。アンドロメダ。だが間もなく君もブラッディ・ローズにその命を奪い尽くされ滅びる。兄さん、僕は最後まで戦ったよ。アルビオレ先生の仇も取った。セイントセイヤ、我こそは神、サガ二つの顔。君はコスモを感じたことがあるか。